カール・エーベルハルト・ヘルバルト・フォン・ビッテンフェルト。カール・エーベルハルト・ヘルバルト・フォン・ビッテンフェルトは、プロイセン王国の軍人。最終階級は元帥。ドイツ中部駐輪元州のルトハウゼン近郊で、代々軍人を輩出した名家に生まれる。1811年、プロイセン軍に入隊し、解放戦争に従軍。リュッツェンの戦いとパリの戦いで有名を馳せた。 1848年革命では大佐として王宮の守備にあたる。1852年には少将。1856年には中将となり、同年第七師団長に就任。1860年、不評大将に昇進し、ベストファーレンの第七軍団司令官となった。1864年、デンマーク戦争が勃発すると、プロイセン王子。 フリードリヒカールキカのデンマーク進攻軍に加わり、6月29日のアルス島上陸を指揮した。広島戦争では、エルベ軍を率いて、ザクセン軍を撃破し、ボヘミアに進攻。ヒューネルバッサーの戦い及びミュンヘングラーツの戦いで、勝利した。ケイニヒグレーツの戦いでは、プロイセン軍の右翼を指揮し、オーストリア軍を包囲することに成功している。 1870年の不仏戦争に際しては、戦場に立つことはなく、後方にて予備兵力の整備と兵団を担当した。1871年、これまでの軍港を称えて元帥に除され、1872年には、プロイセン貴族院議員となった。軍を退いた後は、ボンで余生を送り、1884年に死去。1889年には、 ベストファーレンの第13不評連帯が彼の名にちなんでヘルバルト・フォン・ィッテンフェルトと命名されている。ありがとうございます。